ってみましょう。いただきます。うずらんアイス、うずらの卵を使ってるみたいです。室蘭生まれ、室蘭発祥ですね。美味しそう。マリはいちご味です。私はフレッシュノーマルタイプですね。プレーンです。このうずらネームかわいいです。足跡がついてます。かわいい。あ、すごい、見て、中にイチゴが、ピンクのじゃなくて本当だ、中にイチゴが入ってます。これはすごい、美味しそう。食べてみよう。じゃあ、私のはプレーンです。いただきます。シャーベットみたくなってる。いただきます。うん、いただきます。おいしい。中のこのいちご、いちごジャムが凍った感じで、バニラアイスと合っていちごミルク感じで美味しいです。うん、すごい、とってもなんかクリームの味がします。だからかちょっと黄色っぽいで、真っ白な味じゃない。おいしい。普通の牛乳の牛乳卵、うん、何を言ったか忘れちゃった。はい、裏の卵のおかげなのか、すごいまろやかな。おいしい。これ1個にうずらの卵何個使ってるのか気になるところですね。あとでここで出るかな。出るかな。いっぱい使ってそう。だってうずらの卵ってこれぐらいでしょ。これがこれ入ってそう。だから溶けなくて、溶けても大丈夫。食べやすい。溶ける心配ない。ゆっくり食べる。